人生が楽しくなる秘訣。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は小林正観さんの生きづらいが楽しいに変わる言葉について解説していきます。こうも不幸も存在しない、そう思う心があるだけ。この本の著者である小林正観さんはそう言っています。見方を広げ、起きる出来事を受け入れることができると、力を抜いて心を広げ、自分と相手の状況も受け入れた生き方に変えることができます。この本を読むと、生きづらいが楽しいに変わる見方や生き方のヒントを勉強することができます。数ある中でも厳選した8個の言葉を紹介します。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、物の見方を変える。物の見方を考えるにあたって、コップに入った水を例にして説明していきます。コップに水が入っているとき、次の3つの見方があります。1つ目の見方は、半分しかないじゃないか、不愉快だという見方です。これは否定的に見る考え方です。2つ目の見方は、半分も入っていて嬉しい、幸せと思い、喜びとする考えです。これは物事を好意的に見る考え方です。3つ目の見方は、何者かが半分残してくださってありがたい、ありがとうという感謝の心で物事を捉えることです。しかし、この本の著者である小林正観さんが考える宇宙的な認識としては、 100cc 入るべきコップの中に水が半分の 50cc 入っているという、ただそれだけです。これは客観的な事実であり、色がついていないです。今回の半分のコップの水の考え方をすると、半分しかないも半分も入っているも、どちらでも取れるではないかという人がいるかもしれないです。3つの見方が実は式というもので、全て自分の主観、自分が勝手にそういう風に決めた結果です。自分である種の見方、主観を加えてみたときに、そういう見方になります。捉え方は自分の主観や自分の身勝手さの結果になります。改めて主観的な見方とともに、それが客観的な見方で変わることを理解してください。2個目、 99% の人と 1% の人。世の中は 99% の人と 1% の人に分けられます。 100% の人が学校教育や社会に出て働く中で、戦うこと、抜きんでること、人と争うこと、比べることを教わります。教育と名のつくものは 100% これをやってきました。しかし、世の中の人は 100% そういう方向で生きていくはずなのに、 1% ほどその教えから外れる人が存在しています。 99% の人が歩んでいる路線とは違う価値観で生きていく人です。その 1% の人たちは、大病をした、大事故に遭った、災難やトラブルに巻き込まれた、寝たきりの親の介護をずっと何年もしてきたなどを体験した人です。世の中で初めて何事もない当たり前の日々が淡々と過ぎていくことが、どれほどの幸せかに気づいた人々です。そういった辛い思いをしたことによって、普通に生活できることがどれほど幸せかを感じることができます。例えば、捻挫をして1週間歩きにくくなったことによって、治ってから普通に歩けるようになったことがものすごく幸せに感じられます。そういう人たちは、何かを手に入れなくても幸せを感じられるようになったため、ものすごく幸せでラッキーな人と言っていいです。では、その幸せを感じられる理由となった病気や事故や災難やトラブルは不幸のことだったのか。その答えは、それは不幸ではなく幸せの前半分だったということです。大病をしたことと、そこから回復して幸せを感じられることはワンセットになっています。ただ普通に歩けること、食べられること、全てがありがたくて手を合わせることができる人が 1% 生まれます。この人たちは、持っていないものをあげつらねて、それを手に入れることが幸せだと教えられているのに、今のままで十分幸せ、必要なものを全部いただいていることに気づくことができています。自分も目の前の相手も、今のままですでに100点満点であると思います。この 1% の世界の人たちは、今この瞬間から幸せを感じることができます。残りの 99% の世界の人たちは、何かを手に入れなければ幸せを感じてはいけないと思い込んでいます。
この洗脳から解き放たれて執着がなくなった人をほどけた人と呼び、それが仏の語源となりました。執念から解き放たれていない人たちが 99% の世界の住人ということです。今幸せになってはいけない呪縛や洗脳から解き放たれない限り、どんなに手に入れてもまた次々と手に入れたいものが出てきます。これは 99% の洗脳教育です。夢が叶っていないのはあなたの頑張りが足りないわけではないです。3個目、努力は関係ない。人間に重要なのは努力することや頑張ることではなくて、喜ばれる存在になることです。あなたは小学校、中学校、高校、大学で社会教育といったありとあらゆる教育システムの中で努力あるのみという教育を受けています。そのためどこかで努力の心を持っています。しかし努力や頑張ることは関係がないということに踏み切ることができた人は、今日からものすごく面白い人生になります。この本の著者である小林正観さんは、努力や頑張ることをしていないのに面白い現象が勝手に起こっています。宇宙や神様が見ているのは目の前の現象を受け入れているかどうか。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、否定的な言葉で宇宙の現象を評価評論しているかどうかだけです。ここから言えることとして、夢や希望のない暮らしをしてみてください。あれが欲しい、これを実現するのではなく、自分がいかに喜ばれる存在になるかを考えてください。そして頼まれ事を引き受けたら淡々とやって、それが気に入らないとか嫌だというのを絶対にやめてください。4個目、全部味方の人生。人は一人で生きていくとただの人です。人は人の間で生きていて初めて人間となります。そのため自分だけの夢や希望を強く語っているうちは良くないです。人の間で頼まれ事だけで生きている人というのは人間になっています。今の教育には人と比べて競い合ってという考え方が根本にあります。成績も全体の中で他人と比べて優秀であるという基準です。ライバルと磨き合うというと聞こえはいいですが、競い合って人より抜きんでることを良しとしたり、努力して頑張って上に上がる観点です。戦いや争いのエネルギーを生み、敵を作ることを助長するのは良くないことです。目の前の人が皆ライバルというスイッチを、目の前の人は全部味方という考え方に切り替えてみてください。新しく現れる人を毎日味方にして、味方を増やす作業が人生だと思えば、自分で何かをしないといけないと抱え込むことはないです。5個目、ありがとうの言葉。この本の著者である小林正観さんが40年ほど精神世界や超能力を研究し、神仏という存在は謙虚な人がとても好きであることが分かったようです。逆に傲慢な人を好まないです。ここで言う謙虚さとは、今自分が置かれている状況や獲得したものは自分の力によるものではなく、多くの友人や知人、目に見えない存在である神や仏、守護霊のおかげであると思っていることです。逆に自分の力や才能、努力によってありとあらゆるものが獲得できたと思っている人のことを傲慢と呼びます。一般的に偉そうな態度をしているとか、控えめな態度をしているとか、そういう表に出てくる態度の問題ではないです。基本的に自分の業績なり生き方をどのように自分自身で考えているかが謙虚さと傲慢さとの分かれ目になります。謙虚さとは3つの面で表現できます。1つ目は思い、心の部分です。その思いの部分で威張らないこと、怒鳴らないこと、怒らないことです。2つ目は常にありがとうと言い続けることです。3つ目は常にトイレ掃除をし続けることです。この3つが全て成り立った時に謙虚な人になります。謙虚さとは感謝の実践です。ぜひ試してみてください。6個目、笑顔。笑顔には不思議な力があります。その例として、死の瞬間、笑顔でニコッと笑ってありがとうという言葉を残して死んでいった人は死後硬直がなかなか起こらないそうです。体が温かく生きているような肌色が続き、冷たくならず死後硬直が来ないと言います。死の瞬間に笑顔になってありがとうという言葉を発した場合、周りを取り囲んでいる家族たちはほっとするに違いないです。辛そうに苦しんで死んでいくよりは、笑顔でありがとうという言葉を残された家族がその後どれほど心が楽になるかわからないです。おかげさまでいい人生だったと残されたら、家族の気持ちは楽になります。また自己主張が強く、他人に対する思いやりに欠けていて自己中心的でわがままだった人は、
死ぬ時にだいぶ苦しんだり痛がったりする傾向があります。死ぬ時だけ笑顔ではなく、普段から自分の人生観としてなるべく人に対して敵意や攻撃性を持たず、思いやりや優しさにあふれている、そういう人生を歩んできた人は晩年死に際しても痛みや苦しみも感じないで済むようです。人に対して優しくあることは他人のためではなく自分のためになります。ニコッと笑ってありがとうと言って死ぬことは家族に対する最高最大の形見になります。ぜひ意識してみてください。7個目、自分を見つめる。この本の著者である小林正観さんは、自分を見つめるのがどういうことかわからない質問を受けたことがあるようです。どうすればいいかというと、自分で自分のいいところを探してください。自分で自分がわからなくなってしまうのは自分の荒探しをするからです。反対に、こんないいやつだったんだというのを自分で自分の中をずっと見つめて探していきます。自分で自分を見つめるのは、いかに自分で自分に惚れるかです。いいやつだなと思ったら人生が楽しくなります。自分で自分のいいところを今いくつ挙げられますかと問いかけたら、いくつ挙げられますか。1年後までに100個挙げられるようにしてみてください。自分で自分を見つめることは、要するに自分のいいところ探しをしたということです。決して荒探しをしないでください。人間はもともとろくなものではないです。大したものではないため、結構いいやつかもしれないと見つめてみることが自分探しになります。ぜひ自分探しを実践してみてください。8個目、人間を磨く。結婚を決意するとき、女性の場合は男性に自分の人生を全て委ねようと覚悟を決めて結婚したいと思うようです。それに対して男性の方が覚悟が決まらずに、いつまでも答えを引き伸ばしてしまうことがあります。ぜひ人間の見分け方を覚えてみてください。人間の見分け方は主に3つあります。1つ目は大酒を飲ませたときに人がどう変わるかです。酒乱になったり絡んだり威張ったりする人は考え物です。2つ目は大金を持たせた時に人が変わるかどうかです。気が大きくなって大盤振る舞いをしてしまったり、お金遣いが荒くなったり、普段行かないような高級クラブに行ってふんぞり返ったりするようではまだまだです。3つ目は権力を持たせた時に人がどう変わるかです。権力とは大げさなことではなく、例えば自動車のハンドルを持たせると自分の意思で方向を変えたりできることから、その人の人格を見ることができます。車を運転した時、普段おとなしい人が急にスピード強のような走り方をするとか、他の車を罵倒しながら方向指示器も出さずに無理して追い抜いていくとか、まるで人が変わったような運転をする人は要注意です。これらはその人のなりわいと言えるもので、一つ出る人は程度の差こそあれ全てに出てしまうものです。結婚を考えるなら、このような人たちはさっさとパスして違う人を探した方がいいと思います。そうすれば結婚してから酒乱で悩んだり、幼稚性や身勝手さに翻弄されたり、優しくない人格が出てしまって嘆くこともないです。平凡な幸せの世界に浸って結婚生活を送ったり生きていくことができると思います。そして人格は磨くことができます。人格を大きく変えることができるチャンスは実は大変な時です。大変な時は3つ挙げられます。1つ目は大病をして長期入院した時です。2つ目は罪を犯してしまい刑務所に入ることになった時です。3つ目は会社が倒産してしまい財産を失ってしまった時です。これらに共通していることは、社会から拒絶されたり、相手にされなくなって反省したり、心の持ちようを変えたり、日常生活を健康に留意するように変えたりして、謙虚さを学ぶチャンスをいただいている時です。自由とは自らによると書きます。自らの足でしっかり立てるようになった人を真の自由人と呼びます。その人はやがて一人では何もできないことに気づき、仲間や友人、親族、家族の温かさが身に染みて感じられるようになります。その関係を大切にすることで人格が成長していきます。大切なのは相手を尊敬の念で見ることができるようになるかです。まずは自分が尊敬される人になれるか、人間を磨けるかが問われます。ぜひ意識してみてください。
解説は以上です。本当の自分はこうではないと言って自分探しを続けている人は多いです。本当の自分は今の自分でしかないです。この本の著者である小林誠寛さんの見方や物事の捉え方についてぜひ意識して行動してみてください。それを実践することで生きづらいが楽しいに変わるきっかけになります。今回の解説が勉強になった、参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。